後藤国理は、日本の実業家、政治家、林業家。薄木製薬株式会社代表取締役社長、薄木市長、大分県議会議長、株式会社小アラ会長を歴任した。豊かな国木造建築賞優秀賞入賞。大分県薄木市出身。地元の製薬会社薄木製薬の創業家の意志の、子として生まれる。1964年に、 一橋大学社会学部を卒業し、三菱重工業神戸造船所で勤務した後、家業再建のため1966年から薄木製薬の代表取締役社長を務めた。セメント工場建設反対の住民運動に関わったのをきっかけに、1975年から大分県議会議員を後期20年にわたって務め、1989年から 1> 約1年間は自由民主党を置いた県連の幹事長。1990年には県議会議長を務めた。1995年に引退するが、1997年に臼杵市長に初当選。市長を2期8年を務めた後、2005年の津町との合併後に行われた新臼杵市でも初代市長となり、 旧薄木市時代から通算すると3期12年にわたり、薄木市長を務めた。薄木市長在職中は、会社経営の経験を活かして、行財政改革に積極的に取り組み、バランスシートの導入等を行い、財政再建を実現した。大学在学中からタロ林リンの経営に携わり、市長を引退してからは、100年の森県全育成実践クラブ代表。 上北森林再生株式会社代表など、より本格的に林業家としても活動している。2010年、豊かな国木造建築賞優秀賞入賞。日本林業同友会理事、大分県南部農業協裁組合組合長理事、大分県テニス協会顧問等も務めた。健康コム創業者の後藤玄利は息子。ありがとうございます。